さて、月に一度のこのコーナー、今日は久しぶりにこの方をお越しいただいてますよ。全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団から小川瑠璃子さんです。小川さん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりでございます。お久しぶりです。はい、なかなかね、新型コロナのね、関係でなかなか外っていうこと、スタジオにね、お越しいただくこともちょっと難しかったと思うんですが、はい、今日は久々にスタジオお越しいただきました。はい、いかがお過ごしでしたか。まあ、私たちもまああれですよね、基礎疾患を持っている、ね、 はいはい、それにまして、まあ、中心になっている原告が高齢、もう70過ぎている方が中心なので、やはり何かをするということになっても、やはり健康と命を、ね、はいはい、大事ですからね、一番最優先で、ということでやっておりますので、もうご無沙汰してしまいました。いいえ、ね、でも今日お元気なお姿見られてよかったです。 ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日たくさん、ね、資料もお持ちいただいてたんで、後ほどご紹介したいと思います。はいはい、そしてこのコーナー、いつもね、この方お越しいただいております。今日も医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西輝明さんです。川西先生、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、1ヶ月に一度のこのコーナーですが、この1ヶ月の動きをですね、川西先生からまず伺いましょう。いかがでしたでしょうか。はい、ですね、肝がん検診の方の取り組みが、やっぱり中止や延期がありまして、札幌の肝がん検診は7月の30日でね、実施することができました。で、肝炎ウイルス検査の方の、肝炎デー、世界肝炎デー、日本肝炎デーの方も、上17名ぐらい受験してくれる人がいて、そのうち9名ぐらいが脂肪肝見つかったりとかっていうことでね、はい、B 型肝炎のキャリアの方も見つかって受診につなげたりということでね、多くの方に、協力してもらいながらやることができました。ティッシュもね、300枚ぐらいだったかな、1300か、ね、配ることができて、手袋を吐きながらやりましたけども、関心の高さがね、やっぱりまだまだあるんだなっていうことで、実施していきました。で、30日の札幌の肝がん検診は27名受けてくれて、で、8月の7日にはですね、長野の茶玉さんという卵の会社のところにね、伺って、まあ、肝臓についての話っていうのと、まあ、あと、タモギダケを食べて、タモギダケのエキスを食べて育っている鳥が産むエルゴランっていう卵をですね、食べているお客さん方にっていうことで、まあ、100名ぐらい集まってくれてですね、400名ぐらい入る会場ですけども、まあ、席を空けて、まあ、コロナの対策しながらということでもね、多くの方が来てくれました。で、高田シャーミンさんって方がね、来てくれたのにびっくりしまして、シャーミンさんって今の若い方全然知らないかと思うんですけど、私たちの時には女性キャスターでね、初めてって方で、その方も来てくれて、いい話でしたって言ってくれたんで、ね、もう感謝で感激していましたっていうような活動を続けてきました。はい、はい、ということで、この茶玉屋講演会はこれは何県だったんですか。長野県です、ね、長野県、ちょうど羽田空港経由で東京駅を回ってきましたけど、羽田空港もガラガラで、もうコロナ対策しまくりで、ここで移ることはまずないな的なぐらいの、環境の中移動してましたので、そういった意味では東京に行ってきましたけども、大変安全に、まあ、もう2週間ちょうど経ちましたので、皆さんにも安心して会えるかなと思っています。長野県の佐久市ですか。あ、そうですね、佐久市ですね。佐久市、のこの卵屋さんということですね。そうなんですね、エルゴ卵を作っているブラウンファームさんの50周年企画でお話ししに行ってきたと。肝臓を元気にが世界を救うというタイトルになってますね。いつもやってる中なんですけども、まあ B 型か C 型が治るっていう話でね、あと卵で脂肪肝対策になりますよっていうことで、いろんな病気を予防できるんだよっていうことをね、話してこれました。はい、はい、さて、ちょっとね、7月28日の世界日本肝炎デーの肝炎ウイルス検査脂肪肝エコー体験にちょっと話戻りたいと思うんですが、JR の札幌駅で7月28日火曜日、行われました、ということで、まあ、今ね、簡単に、こうだったよって言ってくださいましたけども、でもこういう取り組みにね、皆さん参加してくださったりとかね、してくださるっていうのはね、嬉しいことですね。まあ、医療従事者中心なね、配布でしたけど、患者会の方も手伝いの方が来てくれたりとか、あと小川さん方からいろんなね、資料だとか、配布の、エコバッグだとかね、そういった肝炎ウイルス検査 の、ボールペンなんかもいただいて、みんなに配ったりとかっていうことでね、一人でも多くの方に関心を持ってもらえる活動になったかなと思います。
はい、小川さん振り返ってというか どうですかね今回の取り組み。はい、そういう原告団でまだ活動がちょっと止まってたので、はいはい、あの知って肝炎プロモーターというところをやっていますので、はいはいはい、その資材をですね、ちょうどエコバッグと、はい、ボールペンを使ってもらってですね、あのそこに知って肝炎って大きく書いてあるエコバッグなんですけど、なかなか丈夫なもので、はいはい、あのそれをあの受けた方にあの渡していただきたいなと思って持って行って、で、まあ、あのちょっと見させていただいて写真などを撮ったんですが、あの皆さん結構立ち止まってあのティッシュ受け取っていただいて、あいるところを見ることができたので、本当に今まだまだあの活動は進めていかなきゃいけないなというところを実感しましたね。はい、はい、その知って肝炎といいますかね、その知って肝炎プロジェクトっていうのが現在行われているということで、今日スタジオにもですねあのファイルとかあの資料をお持ちいただきましたけども、はい、これはまず知ってもらおうということなんですかね、簡単に言うと。そうですね、正しい知識を皆さんに知ってもらって、はい、で一緒に一度肝炎検査を受けることの必要性というのを知ってもらうということで進めている、5年前からできたプロジェクトになっています。はいはい、ということで国民運動として行っているということでございまして、厚生労働省もいろんなこの資料も作ってらっしゃるんですね。はい、はい、そこにプロモーターになったものがそこに申し込めるということで、私も今回初めてやったんですけども、なかなか私たちもポスターとか貼ることをお願いするもできないので、はい、今回は知って肝炎の、その結構あの有名な人たちが白衣姿でというのがポスターになっているものですから、はいはいはい、それをですねあの動きがなかなかできなかったけれども、7月のあの末の連休頃には皆さん動くかなと思いまして、道の駅に貼らさせてもらうのをちょっと一緒にやらせていただきました。はいはいはい、今その言っていただいたのがその有名人の、ね方がですね白衣を着て今肝炎検査っていうことを呼びかけているポスターがあるんですけども、あれですね、乃木坂46の方がいたりですとか、中高生に人気のねアーティストの方がいらっしゃったりとか、はい、いいメンツですね。そうですね、はいはいはい、あの年代が本当に10代から、あのもう本当に20代30代ずっとあの年配の方、杉良太郎さん、杉良太郎さんもねあの白衣がすごいお似合いで、はい、こういう院長先生いそうだなと思いますけどね。でそういうのが結構 そのポスターも皆さんに受けもいいなっていうのを加えていて、はい、あの感じました。うん、でこの知って肝炎プロジェクトはあのウェブサイトがあるということなので、ぜひ皆さんもね知って肝炎で検索してもらうとですねあの出てまいります。この専用ウェブサイトもですねぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、そして、あの、さくらんぼ狩りに行ってきたんですよね、川西先生。はい。そうですね。はい。6月の29日ですね、肝炎デーの次の日、ちょうどあの、はい、患者さん方と、日帰り旅行を毎年やってたんですけど、はいはい、今回ちょっとみんな都合というかあの、コロナ対策もあるので、ということで遠慮したいということになってたので、まあ、私たちクリニックの職員と肝がん検診団でね、あの、なるべくこう、ソーシャルディスタンス取りながら、あの、みんなで移動しながらということで、感染予防しながら、まあ、それでこう、交流したら、元気になりそうな患者さんたちに声かけたりとかしてね、だいたい十何名ぐらいで行ってきまして、二木町 の、ね、あの農園さんにさくらんぼ狩りに行ってきたということ で、 そうですね、美味しいさくらんぼあの午前中1時間ぐらいですかね、もうお腹いっぱい食べて、もう食べられないわって言ってたお母さん方が、昼に、キノコ王国の方に行くとですね、あ、全然食べられるっていうことで散々ご飯食べてました ね、 まあ味が変わればね、さくらんぼからキノコに変われば全然違うからね、いくらでもいけますね。はい、ちょっとあの食事療法の話はせずに、ね、食べてもらったっていう感じがありますけども、はいはいはい、楽しく過ごせて、ね、よかったと思いました。シーズンとしてはちょっとギリギリだったということですね。さくらんぼも終わり、ね、始まるの遅かったんですけど、はい、私もあの1、2週間に1回ぐらいって現地視察って言いながらさくらんぼ取ってはみんなに配ってたんですけども、あの始まるの遅かったんですけど終わるのも早くてですね、はいはい、いつもだとあの2、3年はですねあのお盆の近くまで取れてたんですけど、もう行ったらあの木の枝が何本かしかなくて、もう全部あの収穫されちゃってるっていう感じで、ギリギリですね。来週はやるとしたら1週間早めの方がいいなっていう感じです、ね、なるほどなるほど。ということで2期にさくらんぼ狩りに皆さんで行ってきたよっていう、はい、そんなお話でございました。ね、はい、その他この1ヶ月いかがありましたか、何か。
そんなところですかね。そうですね、はいはい、大体みんなコロナの関係も落ち着いてきてくれて、あの通院するとき気をつけてきてくれたりとかっていうふうにはなってきたので、はい、まあ、あの検査の方も遅れないようにっていうことでね、あのできるだけ受けてもらってますけども、やっぱりあの肝臓がんがちょっと出てから来てしまったなという方も何か出てますので、やっぱり肝がんの対策は本当に最優先でやっていかなきゃならないということ ね、あの患者さんに今一度知ってもらいたいなとは思いましたね、はい、ということで日々診療されている川西先生でございます。では今後の予定を伺っていきましょう、はい、あのブログを見させていただいたら結構いろんな予定が8月のこの後半も含めて入ってます ね、 そうですね、8月の最後の週にはあの医療公演でいつもの総演の場所で音楽療法の話ということで音楽で元気にという形でやりますし、あと28日の金曜日は北区の方の区民センター、あの前回評判が良かったのでもう一度やってくださいということで、やることにして、金曜日に行ってきます。あと29日はあの滝川での肝がん検診ありますし、9月の9日の水曜日にはですね、あの岩見沢の方で新卒の方はやっぱり受けられなかった人もいたので、まあ、1人でも多くの方を受けるチャンスを作りたいということで、9日と、あと、9月の22日は上川町の医療あの肝がん検診ですね。で21日に斜里町でっていうことで予定してたんですけども、斜里の方もあのコロナの対策が大変になってきたということで、うん、あのちょっと今回はなしっていうことで中止の形になってますので、やっぱりまだまだ中止や延期しながらあの実施できるところでやっていくっていう形にはなってますね、はい。8月29日土曜日の滝川の、こちら検診は滝川文化センターで開催いたします、はい、午前9時から午後12時30分までということですね、はい、で岩見沢がん検診は、岩見沢市民会館のマナミールで開催ですね、はい、9月9日ですね、はいはい、午前9時半からとなっております、はい、岩見沢市九条西4丁目でございますね、はい、ということになっております。こちらも詳しくねブログに掲載されておりますので、ぜひぜひお近くの方とかですね、ご参加いただければと思います、ということで滝川、岩見沢、そうですね、はい、ぜひぜひということでございます。それでは今日もここで1曲お届けいたしましょう、はい、ここからはシンガーソングライターアキさんの登場でございます、はい、今日はありがとうっていう曲をねあの弾きたいと思います、まあ、あのこれはうちの母 の祖母あのお母さんが亡くなった時にね、あの母方の兄弟 の方々がこう集まって、あのおばあちゃんにありがとうありがとうって言いながらね見送ってたのを見てあの作った曲なので弾いてみてください、はい。ありがとうあなたに出会えたことに、ありがとうあなたと過ごせたことに、ありがとうあなたに愛されたことに、ありがとうあなたを愛せたことに。あなたの笑顔に何度も救われて、あなたの手のぬくもりに安らぎを見てた。あなたのその声に励まされて、私は今こうして幸せでいる。ありがとうあなたに出会えたことに、ありがとうあなたと過ごせたことに、ありがとうあなたに愛されたことに、ありがとうあなたを愛せたことに。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。
それではここで、いつものごとくといいますか、私からお知らせを入れたいと思います。ちょっと待ちくださいね。よいしょよいしょ。集団予防接種の際に注射器の使い回しが原因で40万人以上の方が肝炎ウイルスに感染していると言われております。注射器の使い回しによる感染被害は昭和63年まで認められています。肝炎ウイルスに感染しているかどうかは簡単な血液検査でわかります。保健所や医療機関などで原則無料で肝炎ウイルス検査をしています。検査は採血だけなので短時間で済みます。詳しくは最寄りの保健所、お住まいの市町村にお問い合わせください。また集団予防接種などにより B 型肝炎ウイルスに感染された方には国から給付金が支給されます。詳しい資料請求はこちらまでご連絡ください。全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団弁護団、電話番号 011-231-1941 番です。011-231-1941 番、まずは気軽にお電話ください。お電話つながるのがですね、月曜日から金曜日の10時から12時、13時から17時となっております。今日もね、この後夕方5時までつながりますので、お電話気軽にしてみてください。以上お知らせでした。さて今日は小川さんに久しぶりに来ていただきました。小川さんからラジオ聞きの方に向けてぜひ一言メッセージをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、私たちこのコロナ禍で患者さんになられた方や医療関係者の方が、こう偏見差別ということがこうクローズアップされていることをですね、知って、5月7日に原告団として患者への思いというか、まあ、私たちはこの病気でそれこ その偏見差別で長い期間苦しんできた者もおりましたので、やはり皆さんにはもっと冷静にでこの感染症のことを知ってもらって、基本的にはうがい手洗いというそのことをやっていただいて、過度なこう反応がないような、このみんなで支え合っていけるような、はいはい、理解して支え合っていけるような社会でいたいなと思うので、そういうことを強く、今の時期は訴えていくことが私たちの立場としてできることかなと思って活動しています、はい。で私たち自身も活動は控えて、で9月18日金曜日でしたっけ、期日があるんですが、はい、毎回もこの状況になって期日には和解される方のみが希望される方が行くという、うん、はいはい、裁判所も座るところも1列に2名ぐらいだったりしますので、うん、そうですね、はいはい、あまり入りませんが、うん、そういう形でやっています。ただ厚労省もコロナの問題で和解者もちょっと担当者がそちらにコロナに取られてしまっているという理由から、はいはいはい、半分ぐらいに減らされてはいるんですが、少しずつ一歩ずつ進んでいますので、これから何か自分にもそんなことが起きてるかもしれないなってちょっとでも思ったら電話していただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。あとなんかよく知らないものをなんかやっぱ差別偏見の対象になっちゃうと思うんですよね。不安とか、はいはいはい、ですね、これからどうなるんだろうとか、ね、そういう怖さもあって、うん、もう悪気はないんだけども、うん、もう必要以上に怖がるかなと思うんですが、はい、もう誰が感染してもおかしくないの で、ね、その感染した方をその攻撃するようなことは、ね、うん、自分の身に置き換えて、はいはい、と冷静な対応をしてほしいなと思います。あと正しく知識を得て ね、理解するっていうところからね、はい、始めれることがあると思うので、はい、今日知って肝炎プロジェクトをご紹介しましたが、肝炎についてもね、知るところからぜひ皆さん始めていただきたいなと思います。ラジオではもちろんこのコーナーいつもねお届けしておりますけども、ネットでね、今日ご紹介しました知って肝炎プロジェクトのホームページありますので、ぜひ知って肝炎で検索してみていただきたいと思います。
川西先生からは他にありますか。はい、あ、いや、あのこれ小川さんがね今日も来てくれた資料でも、うん、あの世界的にねやっぱり肝炎ウイルスで亡くなっている方がたくさんいますと、はいはい、いうこともねクローズアップされてますけども、うん、コロナでついついこう忘れがちですけども、こちらの対策は並行してやっていかないとね、まあ、コロナは本当に1年2年でなんとかこう目処がつくかもしれませんけど、肝炎ウイルスは本当にもう何十年っていう単位でね、そうですね、やっていかなきゃいけない取り組みですし、はい、でまあ、コロナに関して言えばうがい、手洗い、マスク、あとソーシャルディスタンスっていうふうに、ね、うん、言って、その対策を取っている範囲ではもうどんどん活動しましょうっていうことをねやっていかないと、あの本当にあのいろんなところに支障が出てきてしまいますし、まあ、そういったことをやりながらでも感染する可能性がゼロじゃないっていうところがちょっと不安をね煽ってはいますけど、基本的にはあの大体のところはもう大丈夫な状態になってますので、まあ、そういったところであのしっかりと、ね、対策を取っているところにはどんどん出向いてね、みんなであの力を合わせていけたらいいなというふうに思います。はい、ということで、はい、あの今日ご紹介した、肝がん検診の情報ですとか、はい、川西先生のブログぜひご覧ください。ブログタイトルを教えてください。はい、肝臓病とともに生きる人たちを応援しますというブログをやっていますので、ぜひそちらをご覧になってください。綺麗な、ね、植物の写真とか、ね、そうですね、星空とかも載ってますので、ぜひぜひ。最近はあのそういったあのいろんな楽しいことを載せて、あんまりこう真面目な記事載ってませんけどあの医療講演だとか、はいはいはい、そういった救済に関したことはね、あのカテゴリーを作ってますので、ぜひご覧になってほしいと思います。うんうん、はい、ぜひご覧ください、はい、ということで今日もお届けしてまいりました。また来月ですねお会いしたいと思います。今日小川さん、はい、川西先生ありがとうございました。ありがとうございました。